にちはにゃでーす。ってことで、ファイナルファンタジーコラボガチャ、追うべきかどうか解説やっていこうと思います。特にシドとクライブについて解説していきます。そして、おまけで私のおすすめのシド入りコロシアムシバドラ編成も紹介していこうと思います。でね、今回こちらの動画、視聴者のリクエストにお答えする動画となっております。かなり迷ってる人が多い内容なので、この動画を見ればですね、迷ってる人はしっかり判断ができるように動画作っております。もしね、よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オンよろしくお願いします。特にね、高評価だけでも押してくれると嬉しいです。皆さんがパズドラ楽しくできるように、そして後悔がないようにいろいろ解説してますから、パズドラが盛り上がるように動画投稿しておりますので、ぜひともですね、よかったら高評価だけでもしてくれるとモチベーションになるし、嬉しいです。よろしくお願いします。はい。で、皆さんね、びっくりするかもしれないんですけど、私実はですね、YouTube のコメントを全部読んでるんですよ。そんな中で一番多かった質問がシド追うべきかどうかですね。はい。まあ、シドというか、こちらシドを使って手に入る、こちらのね、シドの武器、ハイウィンド武器ですね。これがかなり強いので、これを確保するべきかどうかで悩んでる方が多いイメージです。スキブ泥強2個ずつ。で、13ターン、2ターンヘイスト。で、3倍、指3倍の76番目ですね。かなり強い武器なので、まあ、これを確保するべきかどうかについて悩んでる方が多いイメージでございます。そしてね、次に多いコメントがクライブ追うべきかどうかですね。で、シドとクライブ両方いない人、シドだけいない人、クライブだけいない人、いろいろいると思います。それぞれ倍分けしながらですね、喋っていこうと思います。さて、ではまずシドから解説していこうと思います。シドというか、まあ、この武器ですね、確保するべきかどうかについて解説していこうと思います。私のまず願望を言います。願望としてはですね、この武器持っといてほしいです。なぜならこれからたくさん動画で使うと思われるからですね。なんだけど、これはただの願望であって、みんなが追うべきかどうかとは全く関係ない話ですね。私は持っておいてほしいよっていうことをしといてほしいだけです。はい。ではですね、このシド追うべきかどうかなんですけど、まずですね、確率見てください。はい。こちらシドですね、一応 4.21% の確率持っております。最も高いんですよね。他のキャラに比べても一番出やすい確率のキャラが強いんです。これを踏まえて考えると、やっぱりですね、シドちょっと追ってもいいかなと個人的には思ってます。ただ、全ぶっぱするとかね、魔法石全部使うとかやめてください。例えばなんですけど、魔法石半分残して使うとか、あと5連だけ引いて出なかったら諦める。10連だけ出なかったら諦めみたいな感じで、条件付きでちょっと追ってみて、で、このね、4.21% を狙ってください。せっかくね、出やすいキャラが強いので、狙わないのはもったいない。けど、狙いすぎるのももったいないって感じのキャラクターでございます。はい。で、これですね、なかなか自分で決めるの難しいと思うので、私が決めますね。基本的に最低5連で諦めてください。はい。まあ、最高5連かどっちかはい。わかんないですけど、5連で諦めましょう。まあ、余裕がある方はね、10連とか、その魔法石の半分とか引いてもいいですけど、基本的にまあ、この動画を見た方はですね、5連引いて出なかったら、その魔法石、使った魔法石のことは忘れてですね、シドはないものとして考えましょう。全然代用はあります。一応ね、準備したんですけど、はい。こちらですね。まあ、シドの代用として有名なのが、アレキサンダーですね。これスキブと角色泥強でございます。これはスキブ角色泥強ってところが、このシドの武器と一緒ね。とか、アムロの武器ですね。泥強2個ずつ。これは泥強が2個ずつあるところが一緒とか。あとはこちらですね。スキブに2ターンヘイストと泥強ですね。はい。これはスキブ2ターンヘイストが同じところ。で、泥強があるのもちょっと似てるよねって感じで。まあ、おのおのですね、各パーツごとには代用がたくさんあるので、必ず代用は私解説しますので、代用が効かないなんてことはないです。なかったらもう終わりだよみたいなことはないので、安心してください。絶対代用はあります。ただ動画ではたくさん使うかもしれないから持っといてほしいよってだけですね。はい。なのでもう一度言いますが、シドがない方はですね、他のキャラがいるいないに関わらず、とりあえずあと5連だけ引いてみて、出なかったら諦めましょう。もうそのね、引いた魔法石5連分のことはもう忘れてください。はい。もったいない気がしちゃうと思うんですけど、そんなことしてたらですね、無限に引いちゃうと思うので、やめましょうね。5連だけ引いて諦めましょう。10連でもいいです。それは自分に任せますけど、私は5連をお勧めします。あんま引きすぎない方がいいと思いますね。はい。そして、続いてですが、クライブですね。クライブもね、これまたね、強いキャラクターなんですよね。はい、これね。で、シャナ持ってる人はね、リーダーにもサブにもなるので、ぜひとも追ってほしいです。これも同じですね。ただ、確率が低いんですよ。で、これに関しては確定ガチャがあるので、もし確定ガチャ買うか迷ってる方はですね、買える環境にある方だと思うので、買ってください。これはもったいなくないですね。はい。買う価値のある、投資の価値があるキャラクターでございます。このクライブを買うことによって、今後しばらくパズドラが楽しめると考えると、持っといて絶対損はないかなと思いますね。はい。ぜひとも買ってください。で、無課金の人ですね、問題は追うかどうかってお話でございます。クライム 1% です。無理です。クライムはね、かなりきついと思います。でも追ってほしいって感じですね。ただ、クライムシード持ってない人とかは、マジでクライム狙うだけでね、シード出たりするんで、まあ、ちょっと追うのは全然ありですね。1% なんで出ないと思いつつ、引き続けるのがいいかなと思います。引くなとはさすがに言えないですね。クライムは、ぜひとも無課金でも持っといてほしいキャラクターなので、サブでリーダーでもどちらでも強いので、ぜひとも持っといてほしいので、追うなとは言えません。ただ、1% だよということは伝えておきます。かなり出にくいですよ、1% は。はい、まあ、どっちみち無課金はね、運がなきゃ手に入らないキャラクターがたくさんいるので、クライムの 1% 狙うのは全然いいのかなと思います。はい。一応ね、ハロウィンだったりとか、あとアンケートゴッドフェス来ますから、それね、私この前どっち引くべきかについては解説しましたから、ここで詳しく喋れませんが、そこら辺もあるので、節度を守ってクライブを狙ってください。はい。ということで。はい。とりあえずですね、こちら指導クライブについての解説終わりました。では、ここからはですね、おすすめの指導入りコロシアムシバドラ編成を紹介していこうと思います。この動画を見て、指導が引けちゃったぜって人がね、見るといいかなと思って、おまけでつけておりますので、はい。まあ、あれですね、験担ぎみたいなもんですね。これ見て引くと出るよ、みたいな。はい。ということで、このね、動画見て指導引けた人はぜひ高評価よろしくお願いします。できたらコメントで教えてくれても私が嬉しくなるんでよろしくお願いします。はい。では、指導入りコロシアムシバドラ編成を紹介していこうと思います。見てください。どうぞ。さあ、ということでやっていきましょう。指導入りコロシアムのシバドラ編成でございます。まず1階層シバドラ進化させてずらしていきましょう。はいと。よし。これで突破していきます。はい、OK ですね。続いて2階層です。2階層もシバドラ打って殴っていきましょう。はいと。さあ、光姫ザメ、シバドラ打って、ずらし。これで突破していきます。はいと。よし。いいですね。これで倒していきましょう。ちなみにね、これワンパンできなくても死にはしないので、ひたすらただ殴っていくだけで OK です。はい。さあ、続いて3階層でございます。3階層もシバドラ打って殴っていきましょう。はいと。さあ、行きます。シバドラを打ちます。ずらしましょう。はいと。よし。いいですね。これで倒していきます。はいと。よし。突破していきます。続いてです。続いては4階層でございます。4階層もシバドラ打って、ずらして殴っていきましょう。はい。行きます。スローが。はいと。さあ、シバドラを打ちます。ずらします。これで突破していきましょう。よしと。はい、OK です。続いてですね、続いては5階層でございます。5階層もシバドラ打って、で、有利打って殴っていきましょう。こっからですね、有利ループでございますので、はい。勝手にループして打ってください。はい。さあ、ってことで、これで突破していきましょう。いい、よしと。はい、OK です。さあ、続いて6階層ですね。6階層、シド打って、シバドラ打って殴っていきましょう。はい。さあ、デバフもらって、攻撃を受けて、シドを打ちます。はいと。デバフ返して、シバドラを打って、ずらし。これで突破していきましょう。よしと。はい。OK。これで突破です。ということで、続いてですね。続いては、はい。7階層でございます。7階層、シバドラ打って殴っていきましょう。はいと。さあ、シバドラ打って、ずらし。これで突破していきましょう。よしと。はい。OK。突破です。よし。削って、はい。こいつね、引き半減なんでね、ワンパンできないですが、別にワンパンできなくても特に問題ありません。ダメージ受けても自動回復するだけです。はい。では、シバドラ打って、ずらして、これで突破していきましょう。よし。はい。いいですね。突破です。ということで、続いてですね。続いては、8階層ですね。8階層もシバドラ打って、ずらして殴っていきましょう。はいと。さあ、シバドラ、ずらし。いいですね。これで削っていきましょう。はい。OK です。突破していきましょう。よし。はい。残った場合は、攻撃受けて、もう一回シバドラ打って、もう一回殴ります。はい。シバドラずらし。いいですね。これで、はい。殴って倒します。よし。はい。OK です。ということで、続いてですね。続いては、9階層ですね。9階層もまたシバドラ打って、殴っていきましょう。はいと。さあ、攻撃受けて、シバドラを打って、はい。で、キ有利でね、軽減ループまた発動させてずらして殴っていきましょう。はいと。よし。いいですね。これで突破していきます。はいと。さあ、攻撃受けて、またシバドラ打って、ずらし。はい。いいですね。これで殴っていきましょう。はい。キー含めるとね、火力出ます。よし。はい。OK です。さあ、続いてですね。続いては10階層でございます。10階層も芝ドラ打って殴っていきましょう。はい、指銀ショート。はい、芝ドラ打ってずらし。これで削っていきましょう。よし。はい、削っていきます。よし。で、はい、攻撃受けて、また芝ドラ打って殴っていきましょう。はい、芝ドラずらし。いいですね。これで突破していきます。いいよしと。はい、オッケー、突破ですね。ということで続いてです。続いては11階層ですね。11階層また芝ドラ打って殴っていきましょう。はいと、さあ、後ろを守るってことで、はい、コンボ現象来て、はい、芝ドラ打ってずらし。これで突破していきます。はいと。よし。いいですね。削っていきましょう。はい、オッケー。ということで続いてです。はい、続いては、はい、12階層ですね。12階層も芝ドラ打って、できれば13項目組んで殴っていきましょう。はいと、さあ、76番目にしてくれるんで、芝ドラ打って、なるべくコンボ数組んであげてください。はい。いいですね。よし、これで殴って突破していきましょう。はいはいはい。はい、OK です。これで、はい、削っていきましょう。はい、よしと。さあ、残った場合はもう一回13項目組まないといけないですね。はい。さあ。いきます。ルーレット使っていきましょう。芝ドラ打って、はい、有利で軽減ループですね。さあ、ではしっかりとコンボ組んであげて、殴っていきましょう。はい、OK です。さあ、これでもね、13コンボいけてますね。よし。ということで、これで突破していきます。はいと。さあ、落ちコンたくさん乗って、これで突破です。はい。さあ、ということで、続いてでございます。続いては、はい、ボスですね。ボス、こちら、紙結び打って、で、芝ドラ打って半分まで削っていきましょう。はい。さあ、芝ドラ紙結び、ずらしと。いいですね。これで半分まで削ります。よし。はいと。いいですね。では、その後ですね。はい。もう一回芝ドラ打って半分まで削っていきましょう。はい。芝ドラずらし、半分まで削ります。はいと。よし。OK。削っていきますと。さあ、ではですね、半分いったら、もう一回芝ドラ打って、殴って、これでおしまいでございますね。はいと。さあ、50% たちの無効貫通です。はい、芝ドラ打って、ずらし。はい。よし。削っていきましょう。よし。はい。よし。で、もう一回攻撃受けて、芝ドラ打って、また殴っていきます。芝ドラ。はい、ずらしと。いいですね。削っていきましょう。よし。はい、削ります。で、残ります。攻撃を受けます。芝ドラを打ちます。で、終わりですね。はいと。さあ、芝ドラ打って、はい、ずらし。いいですね。これでおしまいでございます。はい。ほんと芝ドラと有利打ってるだけで終わるような編成でございました。ってことでよかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知音よろしくお願いします。立ち回り、こんな感じになっております。はい。続いて、代用解説やっていこうと思います。いつも通り、代用の前に編成紹介すると、指導、芝ドラ、キュウリ、紙結びでございます。必要 HP は9万ほど、必要スキブ17で、バッチスキブです。リダフレ逆は NG ですね。本体代用のための役割なんだけど、指導、こちらリーダー枠。で、紙結び、こちら火力リーダーで、覚醒無効解除と2コンボ加算とリーダースキルが役割ですね。で、芝ドラは超つなげループでございます。で、自動回復ループ、決めざめが有利でございますね。インデックスとかセリカ。で、セリカの場合はですね、紙結びの超覚醒をスキブにしてください。という感じになっております。ということで以上です。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知音よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。